神宮寺雄太の青いシャツ姿が SNS を炎上させた。FNS 歌謡祭の舞台裏に潜む秘密とは。神宮寺雄太が青いシャツで魅了。FNS 歌謡祭での衝撃的なビジュアルが話題沸騰。2024年、FNS 歌謡祭の楽屋前で青い半袖シャツを着たアイドルグループナンバーアンダーラインアイの神宮寺雄太が登場し、瞬く間に SNS で注目を集めました。 この一瞬の出来事はファンや視聴者にとってどれほど特別であったのかそしてどのようにしてその存在が一気に話題となったのかを深く釣りしていきましょう SNS にはええかわいすぎるじゃん二人とも岸くんまた前髪のウェーブに磨きかかってるかわいいこれ好きなどの投稿があふれましたこれらの投稿はファンが彼らのビジュアルやパフォーマンスにどれだけ熱狂しているかを如実に示しています 特に、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン FNS や、ハッシュタグジングージユータアンダーラインインスタグラムといったハッシュタグが多く使用され、瞬く間にトレンドとなりました。ジングージユータの青いシャツ姿は、多くのファンに、こんなにブルーのシャツ爽やかに似合う人おるといった簡単の声を引き出しました。さらに、ハッシュタグ ILYs や、ハッシュタグ FNS ギリ間にあったなどのハッシュタグも見られ、 ファンがいかにこの瞬間を楽しみにしていたかが伺えます。ファンは、冷たい大丼食べながら見るよ、人人神宮寺といったユーモラスなコメントでその喜びを表現しています。SNS での盛り上がりは、神宮寺ゆうだけでなく、ナンバーアンダーライン愛全体の人気をも証明するものでした。岸くん、また前髪のウェーブに磨きかかってる。かわいい、これ好きというコメントは、 岸君の外見に対する称賛があふれておりファンの視線が彼の髪型やファッションにどれほど集中しているかを示していますこれらの投稿はファンが細部にまで注目し彼らのスタイルや表情に心を奪われていることを物語っていますまたファンは神宮寺勇太のパフォーマンスにも大いに期待していました「三木本さんのパールつけてる楽しみにしてますパール神宮寺君そうやか」といったコメントは 彼の衣装やアクセサリーにも注目が集まっていることを示しています。特に、胸に輝く三木元のパールが仕事できる感というコメントは、ファンが彼の姿を見て、そのプロフェッショナリズムや魅力を感じ取っていることを表しています。ファンの興奮は、神宮寺雄太の登場を待つ間にも高まっていました。もう、会いに来てくれてありがとう。星座待機というコメントは、 彼の登場を心待ちにしているファンの気持ちを如実に表しています。また、神君の見たいがこのイントネーションで止まんない脳内さゆまリピートというコメントは、ファンが彼の一言一言にどれだけ心を動かされているかを示しています。神宮自由太の青いシャツ姿は、ファンにとって特別な瞬間であり、その影響は SNS 上での投稿からも明らかです。 かわいこちゃんがいる青が通ってもお似合いで色白登場を楽しみに待ってますというコメントは彼の外見がどれほど魅力的であるかを示していますまたワクワク幸せ夫婦胸元のパールが輝いているねスマイルマーク見ちゃうよというコメントは彼のファッションセンスがファンにどれだけ感動を与えているかを示しています神宮寺雄太の登場はナンバーアンダーライン愛の他のメンバーにも影響を与えました キシ君、日焼けしてなかったのに焼けてるね、というコメントは、ファンがメンバーの小さな変化にも気づき、それを楽しんでいることを示しています。また、ILYs もスタンバイ中ですやだ、というコメントは、ファンがグループ全体のパフォーマンスを楽しみにしていることを示しています。このように、神宮寺雄太の青いシャツ姿は、ファンにとって特別な瞬間であり、その影響は SNS 上での投稿からも明らかです。 彼の存在は、ファンにとって大きなインスピレーションであり、その魅力は今後も続いていくことでしょう。ファンが、もう少しで会えるの楽しみすぎるスタンバイ中の神宮寺君からストーリーズ楽しみに待ってるよといったコメントを寄せるように、彼の魅力は絶えず進化し続け、ファンを引きつけ続けるでしょう。そして、このようなファンの反応や期待は、神宮寺ゆう自身にとっても大きな励みとなっています。 彼が青いシャツを着て登場するだけで、これだけの反響を呼ぶことができるのは、彼の持つカリスマ性や魅力の賜物です。ファンが、本番前の可愛い神宮寺くんスパークといったコメントを残すように、彼の一挙一動が注目を集め、その存在感はますます増していくことでしょう。神宮寺雄太の青いシャツ姿は、ファンにとって特別な意味を持つものであり、その影響は SNS 上での投稿からも明らかだ。 彼の存在はファンにとって大きなインスピレーションでありその魅力は今後も続いていくことでしょうファンが「もう少しで会えるの楽しみすぎるスタンバイ中の神宮寺くんからストーリーズ楽くしみに待ってるよ」といったコメントを寄せるように彼の魅力は絶えず進化し続けファンを引きつけ続けるでしょうこのようなファンの反応や期待は神宮寺裕太自身にとっても大きな励みとなっています 彼が青いシャツを着て登場するだけで、これだけの反響を呼ぶことができるのは、彼の持つカリスマ性や魅力の賜物です。ファンが、本番前の可愛い神宮寺くんスパークといったコメントを残すように、彼の一挙一動が注目を集め、その存在感はますます増していくことでしょう。これからも、神宮寺ゆ太とナンバーアンダーライン愛の活躍に目が離せません。彼らのパフォーマンスやビジュアルは、 ファンにとって大きな楽しみであり、その影響力はますます強まっていくことでしょう。神宮寺雄太の青いシャツ姿は、その一つの象徴であり、これからも多くのファンに愛され続けることでしょう。ファンの期待と興奮は、神宮寺雄太とナンバーアンダーラインアイにとって大きな力となり、そのパフォーマンスや活動にさらなるエネルギーを与えることでしょう。彼らの成長と進化を見守りながら、 ファンはこれからも応援し続けることでしょう。神宮寺雄太の青いシャツ姿は、その一瞬の出来事でありながら、多くの人々に強い印象を残し、これからも語り継がれることでしょう。ファンの声は、神宮寺雄太とナンバーアンダーライン愛にとって貴重なフィードバックであり、そのパフォーマンスやスタイルに反映されることも多いでしょう。彼らの活動は、ファンとの強い絆によって支えられており、 その関係はこれからも深まっていくことでしょう。神宮寺雄太の青いシャツ姿は、その一つの象徴であり、これからも多くのファ、に愛され続けることでしょう。このように、神宮寺雄太の青いシャツ姿は、ファンにとって特別な意味を持つものであり、その影響は SNS 上での投稿からも明らかだ。彼の存在は、ファンにとって大きなインスピレーションであり、 その魅力は今後も続いていくことでしょう。ファンが、もう少しで会えるの楽しみすぎるスタンバイ中の神宮寺くんからストーリーズ楽しみに待ってるよといったコメントを寄せるように、彼の魅力は絶えず進化し続け、ファンを引きつけ続けるでしょう。神宮寺優太の青いシャツ姿は、ファンにとって特別な瞬間であり、その影響は SNS 上での投稿からも明らかです。彼の存在は、 ファンにとって大きなインスピレーションであり、その魅力は今後も続いていくことでしょう。ファンが、もう少しで会えるの楽しみすぎるスタンバイ中の神宮寺くんからストーリーズ楽しみに待ってるよといったコメントを寄せるように、彼の魅力は絶えず進化し続け、ファンを引きつけ続けるでしょう。このようなファンの反応や期待は、神宮寺ゆ太自身にとっても大きな励みとなっています。彼が青いシャツを着て登場するだけで、 これだけの反響を呼ぶことができるのは彼の持つカリスマ性や魅力の賜物ですファンが本番前の可愛い神宮寺んスパークといったコメントを残すように彼の一挙一動が注目を集めその存在感はますます増していくことでしょう